所以魔鬼说的对了，我们可能太准时了。他说三点半开始到四点是最热闹。哇！啊，走那边好了。哦。已经开始拍了吗？有。很多他们都会用拍卖啊，像这个冰块。很多冰块也是拍卖，买冰块再去买，因为要抓冰块，然后拍卖好就放进去了。他不需要自己带。哇，这个鬼！哇！这是石斑，石斑很大只哦，这样子大。咚！好弯小丢，啥子呢？很多种做法，台湾吃的话会用红烧啊，或是往上面抹盐做盐汤。小心车啊！我们过来这里。哇！在抢。石目鱼。啊，是石目鱼。高雄最多的，然后鱼肚。啊，鱼肚，鱼肚鱼粥。嗯。这鱼到了没啊？你来到没啊？哇！要干。这样子刮着。对。师母要去吃不容易。好、哦，这不容易。可是师母鱼肚切完之后吃很好吃，香。耶、嗯，すごい。这个魔阿姨。哦，五仔鱼。魔阿姨。五仔鱼最好吃，很好吃。是海的吗？淡水的，海水的。海水的淡的。海水的。海水的。非常好吃。有什么？这个在餐厅卖的话，通常一个套餐大概都要400多块台币，一尾。蛮。有餐厅大概顶多差不多，应该这么大只。啊。对。其实不太小。你在哪里？吃得到热炒店吗？或是热炒店也吃得到，也是有。嗯，我当时那边吃的很好。哇，胖胖的。对。没法。很大只。很大只。嗯。这样一个多少？他们卖的。多少钱啊？嗯。我也不知道，可以。这样是大小的分类。最少要买一次买六尾，一次最少要买六尾，然后一斤是一百六，也是重量啊，一斤一百六，对，一百六大概一只半左右，一只半块，两只一百六哦，这个也很好吃，红的，嗯，这些都是养殖的鱼，然后都是算蛮好吃的鱼种。嗯，然后它单价比较高的，像这个海产店的话也会比较贵。啊，有真的，啊、对，看过。嗯，但是那个是冷冻的嘛，冷冻的鱼是一个就可以切开了。にぎわってる。あ、好大！哎，那边是。哦哦，好大哦，好大！他在那边一直讲，我听不懂他讲什么，可能讲台语，就嘟噜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 。啪啪啪啪，哒哒哒哒。不好意思。那个鬼好汉，你们
的鬼啊，我听见了啦，他都可以啊。哇，听不懂他讲什么。不知道。对啊，哦，那个虾子很漂亮，那个啊，那个。都四元啊，都四元。跟你刚刚一样，跟你一样。对，他们在排队。我吃过，蛮好吃，耶、好难受，我那个，所以一整个石目鱼，肚子跟头。对哦。ホテルに戻ってきまして、コーヒー休憩セブンで買ったらこんな可愛いのでした。ちょっと眠いのでお昼に友達と約束があるので、それまでちょっと寝ます。おやすみなさい。おはようございます。時刻は間もなく10時、もう10時です。12時から友達のところでちょっと予定があるので、それまで2時間まあその友達と集合場所も歩いていけるので、この周辺をうろうろしたいと思います。お腹はね、一回さっき食べたからそんなに引いてないんですけど、なんかバグつけるものとかあれば、この時間とかまだ空いてないかもしれないけど、はい、うろうろします。通りがかりに見つけたチェックつけたお店、ちょっとパクつきます。弾力すごい。いやー、ここさらに。シアーン、こんな感じです。いただきます。大体この浜線、ここが浜線の拠点になった大天狗だと思います。間違ったらごめんなさい。うろうろしてます。隣のバイクが人が触ってる。ちっちゃな市場来ました。ちょっとなんかもう写真メインなんで動画あんま撮んないかもしれないですけど、写真見てください。ではロンコンコン南海赤雲寺寺って書いてあるけど寮だよね、道教じゃないのかな。やってみよう。算是引擎的那个，它在开的时候，它的那个速度用几段？哦，对，因为它控制，它这个对它就是零的话就是没有，然后一段二段这样子，是越来越快，慢慢这样去，对，速度会有差。然后这个的话就是火车头都会有前灯跟后灯嘛，它就是像这样子，它就变成它灯是向前的。因为它的、就是，它的，而且像这种机车的话，它的前方代表是比较短的那一段。ワーの方に向かっております。まずお事務所があるので、面白かったね、さっきの。ねえ。商店街、堀江。あ、冰店。サブローパンも買いました。大好きサブローパン、20個で120元、袋で1元と友達が今なんか買ってます。わ、新堀江の奥だな、大隅亭のとこです。哦，很快呢。高雄駅に行きました。これは電車の方の駅です。新しくなったんだけど、
今回の目的はあれ、高尾が決まって100周年、名前をダーコから高尾に変わったのは日本人なんですけど、それが変わって100年経ったので、それを記念していろんなところでこういう感じの展覧があってます。そう、花蘇台湾建築文化遺産だって。これは建築物の紹介とかですね。はい、これを見に来ました。こっちはちょっと濃いから、氷が溶けるにつれて薄くなっていくから味が変わっていくって言われました。こっちは表面を焦がしているので、表面が柔らかいけど硬い感じが出てくるのか、柔らかい方が出た、かいよっていう、こうやって食べるって、こうやって食べるって、こうやって食べるって、中ふわふわ、美味しかった。ちょっと長いです、過ぎたかもしれない。今から夜市にちょっと行って、でその後夕飯を食べます。はい、今夜市に向かっております。中丹アリーナ、アリーナ駅一番出口からまあすぐ歩いた先にある、ルーフォンイエスです。三塁本用一到着。ここは結構迷路みたいになってます。縦にずらーっといっぱい並んでて、食べ物とおもちゃと買い物とお菓子となんか遊び場といろいろあります。ちょっとうろつきます。ちょっとギザギザに歩きます。大沢に見えるかな。おいしそう、おいしそう、鴨肉のサンドイッチ的なやつ。